今回は、衝撃的すぎる展開、面白いけど茜ちゃんが怖いことに対する読者の反応集を紹介します。正直ここ最近で一番衝撃的な出来事だった。アクアよりルビーの方が反応心配だわ。アクアの母ちゃんだ。男の趣味に染まる女。読み返したらそうだね。アクアの呼びかけの時点でアー君揺さぶられてる。声色も完璧か。メソッド演技って恐ろしいよね。アクタージュ読んでたから知ってる。急な才能の発露はともかく乙女化しつつあるすあかねちゃんは可愛いと思うんだ。なんか五等分の花嫁連載中の気持ちを取り戻せたよ前半は。あの目結局限界じゃなかったのかよ。恩返し。プロファイリングが的確すぎて怖いよこの子。ベタベタって怖えよ。すでにアー君よりも愛の加工性格に把握してる。バズり動画の話では随分なりを潜めてたなと思ったら。アー君のままって情報がないからかだいぶボロクソに分析してんのがひどい。全部事実だ。こんな化け物を眠らせてたマネージャーはやはり防波堤。これもう童貞とか一瞬で見破られるじゃん。シャリンガンじゃん。まさか愛を演じるとは思わなかったけど、これが父と出るか京と出るか、アクアの愛に対する感情はもはや崇拝に近いし。怖い。嬉しかったなのところめちゃ可愛かったと思ったらこれは不意打ちすぎた。アクアこれどう思うんだろ。感心するか、あるいはアクアの地雷を踏む形になるか、個人的には前者であってほしいが。さすがにこの展開は予想できんわ。赤先生もしかして本人も壁にいっぱい張り紙するタイプなんです？努力してる様子見せるのにはキャッチーな絵だし。喜んでくれるかな、ええやん。てへ、へ。A ちゃんやべえ方向に覚醒してる。あかねちゃん癖が強い。重曹ちゃん VS あかねちゃんの女優対決派よ。女優対決はどうかわからんけどその二人がバトル展開はすごいありそうだね。なんであそこまで分析できるんだ。すごい才能だけど怖いわ。あかねちゃん出る作品間違えてるわ。あかねちゃん復讐のパートナーにもなれそうでいよいよ重曹先輩の立場が危うくなってきた。犯人見つける上でマジで役に立ちそうだもんな。あかねちゃんの才能、扱いがちょっと難しそうなのがあれだけど。教育レベルが低めとかボロクソ言ってるの笑うわ。かなり強めのディスりが入ってるの好き。客観的にプロファイルした結果だから。教育レベルが低めというのはもともと孤児院育ちだし12歳になるかならないかぐらいでアイドルになったわけだからな。登場時の強キャラサムネは正しかったんやな。この写真は強きキャラを演じてた時に撮った劇中の写真。ガチ恋が青春ドラマからヤンデレホラー番組になっちゃう。弱々な子かと思ったら唐突に夜凪とかマヤみたいなのが出てきた。なんでメムチョは幼稚園とかその辺の時代に全盛だったアイドルの名前がパッと出てくるんです？B 小町はそこらの地下アイドルにも流しで渡ってるし、そんな有名アイドルグループのセンターなら名前が出てもおかしくないだろう。メムチョ中学生くらいの時が愛全盛だったんだろう。とはいえ若い子でもゴマキがかつて人気アイドルだったって知ってる人そこそこいるし、そんだけ人生に影響を与えたアイドルだと思えばそんな変でもないのでは。まあ年齢は偽ってるだろうけど。表彰状とかしっかり見てなかったわ。あ、唐突な設定じゃなかった。このトロフィーこの前までは、ああ、おそらく何かのコンクールで頑張ったで賞をもらってなんとか芸能界に入った口、だなとか思ってたら普通に抜群の成績できてたという。演技というスイッチが入ると無敵になるんだな。なるほど演劇が得意。いやもうアクアが責任持ってこいつと付き合えよ。こんな猛獣を野放しにすんな。巣は猛獣どころかハムスターだし。やっぱりメムチョこそ天使だったんや。俺の目に狂いはなかった。あの超普通そうなおかんからなんでこんな化け物が？天才は遺伝じゃないの。北島麻也みたいに突然ポップするの。こんな化け物をリアリティショーに出して何がしたかったんだ。演劇界隈興味ない一般層への知名度獲得させたかったんだろう。素直にドラマとかの仕事取ってこいよとは思うが。あまりに危ういから普通の情緒育てたかったとか？それで死にかけたら意味ないけど。ボロクソ言ってるわけじゃなくエミュに必要な情報を読み取ってるだけだからな。俺社長がブチギレしてた意味がわかった。こんな逸材をリアリティショーに使ったらそりゃ社長切れるよ。しかも得意とする演技を活かして何らかのキャラのディレクションもせずに弱々ふわふわなキャラやらせてるとかさ。そりゃ社長切れるよ当たり前だよ。地味に女子空間にアー君しかいないのなんで？台風の時最速だったのがアー君だったり家が近場なのでは。来週番組見てめっちゃアクア詰めるルビーと目が死んでるアクア。技術がちょっとシャレにならなかっただけでこの子自体はいい子だと思うし好きですよ。天才だけど一般人向けの知名度がなかった。今回で手に入れた。番組内の注目度が茜ちゃん演じる愛に対するアー君の反応に一気に変わったな。
もし俺が視聴者だったら炎上してやんだのかとか思いそう。多分こっからアクアに近づくための適当なある程度事実の話を持って視聴者向けの対応もやるんだと思うよ。この子の演技叩いてたこの世界の嵐は見る目節穴かよ。まあ実際の嵐が見る目あったためしないけど。本当になんなのこの子、なんでこんな化け物をリアリティショーに投下しようと思ったの。演技の天才とか一般人にもメディアにも評価されないから。業界が売りたいのは才能ある人じゃなくて都合がいい人だから。そういうの跳ねのけて現れた本物が愛なので名前売れたしこれから売れるんだろう。アー君からしたら天性の才能で二度と現れないだろうって信仰の対象を。ボロクソにプロファイリングして完コピしてくる16歳のガキ。神の奇跡を信じる人に善意だけで仕組みを完璧に解き明かして説明している状態か。愛もエゴサで情報集めて軌道修正しつつ基本はリズメでアイドルやってたってアー君知らなかったか。思春期の段階で性交渉があったことまでなんでわかるんだよ。ろくな性経験積んでない女ってのは案外わかりやすいぞ。実際にやり取りした相手ならまだしも過去のアイドルの資料から察するのはヤバいと思う。それは確かにヤバい。しかしアー君も厄介なのに惚れられたな。先週まではアー君に惚れさせて妹のユニットへ出荷するとか笑いながら言ってたのに、突然バットでぶん殴られたような衝撃でやっぱ恋愛ごとは茶化したらいけねえな。恋でいいのかなこれ、喜ばせてあげたいとは思ってるけど。女の顔してるし恋だと思うよ、恋、かな？恋、なのかな？かなちゃん商売がたきどころか恋がたきできてるじゃん。でもプライベートポンコツだから世話役する羽目になると思うよ。大丈夫？奥底さらけ出しそうじゃない？重曹ちゃんがさっぱりしてる分こっちはものすごい重い。恋に落ちた女の顔してただけの重曹ちゃんが平和すぎる。重曹ちゃんこの子とアイドルするの心折れない？女優路線じゃ勝ち目ないよ。勝負のドローはアイドルだからこってりとしたオタクに人気出る重曹ちゃんなら大丈夫だ多分。ここまでキャラ変わったら視聴者困惑するだろ。そうは言うけど視聴者は炎上も理解してるしキャラ変も案外受け入れる気はする。それこそ大変な時に助けてくれてありがとうってやるだけで妄想膨らませるのが視聴者だ。アー君にはいろんな女を落として釣るだけ釣って餌を与えないで次に行ってほしい。アー君ファンたちを次々に B 小町に入れていって地獄絵図になってほしい。大丈夫？かわいそうにね。アクア君にタイトル変更しない？天才にトングがかりやらせて食う焼肉はうまいぞ。ある種の優越感に浸れそう。炎上編もいい感じに着陸しそうだったじゃないですか。アクアへの片思いもなんかいい雰囲気だったじゃないですか。なんでこんなスキルを持ってんの？恩返しで好みの女の子演じてアピールしようって発想になるのがまずおかしいんだけど、演じることに妥協を許さないモンスターなの自覚してないのがひどい。アカネちゃん本人は恋愛とかしたことなさそうだけど恋愛の演技は完璧にできるやつ。二人は煽った責任取ってくれよな。二人ともこのせいで地獄が生まれたこと知らんし気づかんのだろうな。惚れた男のために別の女に染まる女。演技の鬼なだけで病んでもないと思う。ただ確実に各地雷は踏み抜いた。病んではいないよ。分析思考で病的に努力かなだけだよ。リアリティショー編マジジェットコースター。